ニラせんべいは、中力粉、小麦粉などを水で溶き、ニラや牛乳、卵などを加えた生地を焼いた縮みに似た食品である。形状は、円形で、長野県北新地方の郷土料理として知られる。長野県北新地域に伝わる郷土料理ニラせんべいは、北新州の寒冷地で、あまり米が取れなかった地域を発祥とし、1日1食は、 粉物を食べてきた北新州の粉物文化を代表する郷土料理である。また、野に生えるニラをとって作るニラせんべいは、農飯期の休憩用や、子供たちのおやつとしてよく作られていた。ニラせんべいは、主食がありにもなり、昔から親しまれてきた庶民の味で、現在は、おやつとしても食べられている。この料理は、味噌と焼いた生地の香ばしさで美味しく食べられ、 水溶き小麦粉を混ぜて、薄く焼き、砂糖醤油などで食し、栽培が簡単でいつでも収穫できるニラは、作物の栽培が厳しい北新地域では、重宝した。また、農作業の休憩時に食べるおやつよりも腹持ちの良い感触を、北新州の方言では、小昼が変化して、小ビレと呼んでいる。ニラせんべいの名前の由来は、せんべいと同じように小麦粉を材料とした食べ物で、 さらに現在は、おやつとして食べられていることから、ニラせんべいと呼ぶようになったのではないかと考えられている。ヘルスメイトが伝える健康長寿を支える長野色の食。宝月書籍。ありがとうございます。